どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。はい。いよいよ2018年も年の瀬に迫ってまいりましてですね、私がおすすめしたいのはですね、防新年会でウクレレを弾いてデビューしてしまう。しかも、ウクレレ、最も結びつかなそうな演歌です。いいと思いますよ。冬にふさわしい演歌の曲。たくさんあるんですけど、今回はキュンとくる切ない女性の心を歌っておるひさめをガズレレ流超簡単ウクレレでやってみようと思います。やった。はい、いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできて、しかもなおかつ切ない感じが出せるようにしたガズレレオリジナルシンプル簡単バージョンやって、後半はかっこいい3連のアルペジオでやってみたいと思います。最後までご覧になってください。このひさめ、これはね、いいですよ。じゃ皆さん、ぜひ挑戦してみてくださいね。で、今のようにこの演歌をやるとか、まあ、その、防新年会でやるとか、まあ、キャンプ行って好きな曲歌うとか、子供の好きな曲歌うとか、そういうのがね、ウクレレほんといいんですよ。やっぱね、楽器ちっちゃいでしょ？持ち運びもいいし、忘年会の時もさっと持っていけばいいわけですからね。はい。ぜひ皆さんも始めていただきたいと思います。ウクレレだったら、音楽が苦手とか楽器がやったことないという、そこのあなた、できますよ。ウクレレ簡単なんですよ。ゲーム4本しかないし、抑えるところもこのね、指3本、2個3個で教わられるコードばっかりなんで、ぜひ音楽始めてください。ウクレレは簡単だけど奥も深いですからね。はい、他の楽器よりはもはるかに簡単ですから。で、この今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになりますからね。そういうプログラムがあります。はい、今からここにリンクを貼るんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというボタンを押してもらって、数字の順番に見ていくだけで、あれ、私もウクレレ弾ける、そういう風になっておりますからね。じゃあそこの初心者レッスンをクリック、いってらっしゃい。ここはい、いってらっしゃい。そこには今まで私が取りためた650曲以上の曲がもうすでにアップロードされております。しかも全部ウクレレ、簡単ウクレレレッスン動画ですからね。皆さんぜひ始めてみてください。じゃあまず最初、ひさめシンプル簡単バージョンの方から心を込めてやってみます。ワン2 3。飲ませてください、もう少し、今夜は帰らない、帰りたくない、誰が待つというの、あの部屋で、そうよ誰もいないわ今では。歌わないでください、その歌は、別れたあの人を思い出すから。飲めばやけに涙もろくなる、こんな私許してください。外は冬の雨、まだ止まぬこの胸を濡らすように、傘がないわけじゃないけれど、帰りたくない、もっとよほどに飲んで、あの人を忘れたいから、忘れたいから。せーの、ひさめシンプル簡単バージョンやってみました。なんとも言えないあの感じが、結構簡単4つ弾きでも十分出せると思うんで、歌に集中してですね、コードはなるべく簡単にしております。だけどもちょっとこうね、あの雰囲気が出せるようにいろいろ見てみましょう。はい。で、今やったのがガズレレ流ショートカットバージョンで、1番やって最後ちょっと繰り返して終わったんですけど、2番丸々、全くコード進行一緒ですんで、歌詞を書き足していったらすぐできるようになります。はい。このノートを参考にして見ていってください。シンプルですよ。この切ない歌詞というかですね、この
まあ、その感じを見てください。で、まあ、一時停止して、メモっていただきたいんですけど、動画内のテロップでも、もちろん、同じものでございますんで、シンプルです。はい。A7 が、ね、出てきますね。はい。こっちも一時停止で、お願いします。うん。いや、演歌っていうのは本当シンプルでね、こう、ストレートですよね。コード、解説します。C、A7 ね。はい。Am、F、Dm、G7、E7 です。これは簡単コードですね。A7 は分かるよね。3弦の1フレットは ここ1個押さえるだけですからね。はい。で、これはまあ、いつも出てくるこのガズレレ必須コードというコードのグループなんです。このガズレレ必須コードというのはですね、コード8個のグループの名前を呼んでるんですけど、コードっていうのは星の数ほどありまして、全部覚えようと思うと大変なんですけど、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで私と一緒に動画で合わせたい人は、この8個のコードをまず最初に覚えてください。しかも私がちょっと前にですね、めちゃくちゃわかりやすくその8個のコードの、解説を動画を上げてるんですよ。そこを見て勉強してください。はい、じゃあここに貼っておきます。これはね、面白く勉強できますんで必見ですからね。はい、じゃあここからかっこいいバージョンいきます。かっこいいバージョンはコード進行も全く一緒で何が違うか。弾き方でございましてですね。これ3連のアルペジオという弾き方なんですよ。3連のアルペジオ。普通のアルペジオとちょっと違います。ちょっとやってみよう、とにかく。じゃあまず Am 押さえる普通のアルペジオ。これが普通のアルペジオなんですよね。3連のアルペジオはこうです。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3なんだけど、リズムは4分の4拍子なんですよ。1、2、3、4、面白いでしょ。これ3連のアルペジオのやり方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろという私のホームページの1枚で、その中から下の方にスクロールしていくと3連のアルペジオという、レッスン動画が上がってますんで、そこでも解説してますけどね、ちょっとこれ面白いんでゲーム感覚で見てみましょう。これタブ打ってこっちからこう行くんですけど、こっちが4弦ですね。4、3、2、1弦です。てん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 っていう風になるんですけど、これ弦の数字を表してます。1と4同時に書いてあるでしょ。こういう風に進んでいきます。1弦と4弦同時に弾いて、次3弦、次2弦、1弦、2弦、3弦、また1弦と4弦、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦って行ってきて、でん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 ってやるんです。これが面白いんですよね。まあ、ぜひやってみてください。1、2、3、1、4、3、2、1、2、3ですね。こっちが1弦、こっちが1弦、2弦、3弦、4弦ですからね。1、4。1弦と4弦同時、3弦、2弦、1弦、2弦、3弦。これを。で、これね、結構、あ、できたってなると思うんですけど、歌いながらやるのがまたね、面白くもあり、まあ、ノートレ的要素ですよね。はい。ぜひ、3連のアルペジオで心込めてやってみてください。サビのリズムなんですけど、こうです。じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん、じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん。わかる？じゃんじゃかじゃん、じゃんじゃんじゃん。を柔らかく使って16ビットっぽいんですけど、これ3連というかなんで、じゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃか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 が基本なんですよね。なんでこのリズムちょっと独特ですけど、演歌ではこの弾き方とっても多いんで、こうちょっとね、肘じゃなくて手首ですよ。じゃんじゃかじゃん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 じゃか、口で言いながら練習するのがいいと思います。このリズムサビで要チェックポイントです。じゃあ久めのね、かっこいいバージョンやってみる。1、2、3。飲ませてください、もう少し。今夜は帰らない、帰りたくない。誰が待つというの、あの部屋で。そうよ、誰もいないわ今では。歌わないでください、別れたあの人を思い出すか。飲めばやけに涙もろくなる、こんな私許してください。外は降るの雨、まだやまぬ。けじゃないけれど、帰り
せーの、チャラチャン、ヒサメ、かっこいいバージョンやってみました。どうですこれ。これをやりながら三連のアルペジオで歌うのが結構難しい。あとサビも冬の雨、これなかなか安定してこのジャンジャカジャン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 、これが結構ね脳トレというか、まあこれがまた歌詞とハマった時にまた気持ちがいいです。皆さんね、やってみてください。これ冬の曲ですからね。はい、今の時期いいと思いますよ。まあどこで盛り上がるなんか、ね、いろいろ想像しちゃうんですね皆さんがね。どういうところでこれ歌うのかなとか、演歌でウクレレ面白いですよね。皆さんどんどんやってみてください。じゃあこれからご案内動画です。ありがとうございました。ドンガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見ると最新情報がいろいろ載っております。ここにリンクも貼っておきます。はい、12月沖縄行きますよ。沖縄那覇12月15、宮古島16日、チケット発売中、待ってますからね。ウクレレ持ってきてください。沖縄の海とウクレレ絶対合いますから。お一人様でも安心してください。私がいますから一緒に遊びましょう。お待ちしてます。はい、ガズ CD 出してますよ。ドーン、レッツゴー最高 CD2 枚組、1枚は作品としての CD で、もう1枚はその作品としての CD が弾けるようにレッスン CD がついてます。これがすごい斬新なことでですね、はい、タワーレコードでも発売決定しておりまして、発売しております。今でインストアライブなどの情報も、これインストアライブ新宿店で来年やりますからね。あ、とにかくCD のことまつわる全ての情報、ここにリンク貼っておきますので、ここ必見です。でそこに行くとですね、もう全ての曲レッスン動画大公開してます。音源も大公開してるんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。で年明けなんですけど、一応言っておきましょう、来年2019年1月19日大阪行きます。1月20日名古屋、もうチケット発売になりましたんで、皆さん来年もガンガン行きますよ。まずは大阪名古屋から始まります。よろしくお願いします。はい、でですね、本出してます。いろいろドン、中の友社から出るガズレレガズのいいこと言ってる本です。私はこう見えて病気になって骨髄移植をして元気にしております。その時に考え抜いたことを楽しさ人生音楽読んでください。はい、こっちはリットミュージックから出てる楽譜初心者レッスン教則本です。大ヒット中、よろしくです。はい、ドン、こちらは、ガズレレ歌本シリーズ、もう今ボリューム4です。ボリューム4ですけど、来年の1月、大阪名古屋1月19、20の大阪名古屋先行発売ボリューム5しますんでね、お楽しみに。まあ来年も年末年始もウクレレやろう。はい、よろしくお願いします。ウクレレ弾ける人はどんどん周りの人に教えてあげて、さらに楽しい人を増やしちゃいましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。どっちかというか、はい、はあ、楽しみな音楽は、さよなら、バイバイ、じゃあ。